エドウィンダン、エドウィンダン、エドウィンズン、1848年7月19日から1931年5月15日は、11市で明治期のお雇い外国人、開拓市に雇用され、北海道における畜産業の発展に大きく貢献した。アメリカ合衆国、オハイオ州、チリコシー出身、オハイオ州マイアミ大学卒業、1883年、 君後藤総工曲実賞を受賞。息子のジェームス団、団自衛は音楽家。ジェームスの妻、団みちこも音楽家。マイアミ大学を卒業後、父の経営する牧場で牧畜全般の経験を積み、さらに叔父の牧場で競争馬と肉牛の育成法を学んだ。開拓史示官であった黒田清隆がアメリカのオム長官、ホーレス・ケプロンと親交があった縁から、 ケプロンの息子 AC イケヘプロン、1871年より、開拓誌顧問によって開拓誌の技術指導者に推挙れ、1873年に、明治政府との間で1年間の雇用契約を結ぶ、結局、開拓誌が廃止されるまで1年契約を繰り返すことになる。土日の際、エドウィンは14代の貨車を用いて92頭の牛、100頭の羊、 農工具を日本へ輸送した。来日当初は東京下園において北海道へ移住した東北士族団の指定及び開拓士管理役30人に農畜産の技術指導を行った。その内容は欧米式の近代農法及び獣医学であり、特に獣医学に関する指導は西洋獣医学の知識を有する者が一人もいなかった当時の日本において貴重なものであった。 1875年、北海道函館近郊の 7A 出張。馬筆改良のため、馬の巨星技術を指導した。気象の悪い馬を巨星によって恩和にし、同時に遺伝子を残さぬ、用途を足することは欧米においては、一般的な手であったが、当時の日本においては士族を中心に、気象の悪い馬を乗りこなしてこその馬術という意識が強く、当初エドウィンの指導はなかなか浸透しなかった。 しかし当時の日本における馬術の第一人者であった函館体系の理解を得ることに成功し馬の虚勢は次第に受け入れられるようになった。七十においてエドウィンはミーカップ牧場の経営改善策について報告書を提出し種豚、シュボバの輸入を要求。さらに中国からの羊の輸入等数について意見を出した。同年、エドウィンは 日本人女性、鶴と国際結婚をした。この結婚により、エドウィンは日本に長く泊まる決意をしたと言われる。後に、中平山と再婚。1876年、札幌移動。エドウィンの提案により、札幌西部に牧羊場、マコマ内に牧牛場、マコマ内牧牛場、後のマコマ内市畜場、漁村に牧馬場、 両牧場を建設することが決定。施設が完成した後、エドウィンは、牧養場においては、羊の飼育のほか北海道の気候に適合する農作物の栽培実験を行い、両牧場においては、馬匹改良のため、洋種場と日本在来種である南部場との交配を試み、牧牛場においては100頭余りの牛と80頭余りの豚を飼育し、100ヘクタールの飼料畑を整備し、 バターチーズ、練乳の製造及びハムソーセージの加工技術を指導した。同年、開拓士が北海道に競馬場を建設することを計画。それまで北海道では、直線上の馬場や角形の馬場によって、速歩競争が行われていたに過ぎなかったことから、団は北海道育種場に440軒、約800メートルの楕円形の馬場を建設し、 中保による競争を行うべきだと提案。提案に基づいて建設された競馬場、北海道育種場競馬場において、西洋式の競馬が定期的開かれるようになった。1877年、両牧場の土壌が馬の飼育に適さないと判断したエドウィンは、馬筆改良の本拠地をニーカップ牧場に移すべきであると判断。同牧場を拡張整備し、 両牧場から馬を移送した。ニーカップ牧場では千数百頭もの馬が飼育され、ネギシケ馬場におけるレースに優勝する競走馬や全国博覧会で一等賞を取る馬を生産するなど、名実ともに北海道における馬産の拠点として発展した。なお、ニーカップ牧場は1883年に、区内省所館のニーカップ五両牧場となった。 1882年に開拓史が廃止されたことに伴い、エドウィンは新たに農商務省と雇用契約を結ぶが、同年12月に東京へ移動し、翌1883年2月に雇用契約を終了させた。1883年、アメリカへ帰国。しかし、アメリカ政府によって北海道における業績を評価され、1884年、 アメリカ公使館二等書記官として来日。1889年に3時間、1890年に代理公使、1893年に公使に昇進した。1894年に日清戦争が勃発した際には和平交渉実現のために奔走したと言われる。公使辞任後はアメリカのスタンダード石油会社が日本に設立したインターナショナル石油会社。 本店、横浜市の直江津支店支配人を務め、さらにその後は、三菱造船東京本社に勤務した。1931年5月15日、東京の自宅で死去。現在、エドウィンの功績は、エドウィンラン記念公園、旧マコマナイ中央公園、マコマナイ市畜産場跡内の、エドウィンラン記念館に置いてみることができる。エドウィンの産卵ン,ン,ンは、 慶応普通部に進学し、野球部の一塁手として1916年の全国中等学校優勝野球大会で優勝に貢献した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。